こんにちは、賃貸長崎の吉田です。本日は、奈良県天理市のですね、磯の上町にございますリベールの1階部分 3DK のお部屋をご紹介していきます。こちらの物件なんですけどもね、非常に日当たりのいいベランダが特徴的な人気の物件となっております。まずこちら、台所のですね、奥の洋室からご紹介していくんですけども、非常にね、使い勝手のいい大きさだと思います。こちらにはね、このような非常に大きな収納がですね、ついておりまして、もうまさしく壁一面ですね、壁一面の収納となっておりますので、荷物のですね、心配はあまりいらないんじゃないかなと思いますね。たっぷり入りそうです。こちらがバルコニーになりますね。こちらバルコニーは南向きとなっておりまして、もう本当にね、日当たり良すぎるぐらいだと思います。窓がね、大きいですね、ここがね。それでは続いてお隣、台所部分のご紹介ですね。こちらキッチンになります。キッチンね、おしゃれなものを準備しておりますよ。下にね、しっかり収納もついておりますし、水切りのね、棚のいい位置ですね、こうあるものを置いていただくと、ですぐ隣にね、こういったリモコンもございますので、温度設定も楽です。レンジフードの方もしっかりございますし、ガスレンジの方も置いていただけるようになっております。続きましてこちら玄関になるんですけども、玄関ね、下駄箱を置いていただくスペースも取っておりますし、割と広めの玄関になるので、たくさん靴を置いていただけると思います。こちらが水回りですね。はい、こちら洗濯機置き場です。シャンプードレッサーですね。奥がお風呂となります。水回りをですね、開けますと、出てますと、このようなトイレですね、洋式タイプとなっております。あと残り2部屋ですね。まずこちら1つ目、洋室となります。こちらの洋室でおおむね6畳ほどだと思います。窓がありますのでね、こちらの方にも日がしっかり入ってきます。はい、こちらお隣ですが、隣こちら和室の6畳ですね。畳も非常に綺麗です。こちらのお部屋にはこのような押し入れがついておりますので、しっかり荷物を直すことができますね。こちらのリベールなんですけどもね、非常に細かな間取りにはなるんですけども、 3DK タイプということもございまして、ご家族のですね、多い方に人気の物件となっております。日当たりのいい室内をですね、ぜひ私ども賃貸の長崎のホームページでですね、お問い合わせいただいて見に来ていただけたらなと、そんなふうに思っております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の長崎では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。